2月に、ドラマのポスター撮影に現れた、長瀬さんはかなり憔悴した様子で、笑顔がありませんでした。心なしか痩せたようにも感じ、スタッフからは体調を心配する声が上がっています。キングプリンス金プリの長瀬連25についてそう、語るのは、4月20日放送開始のドラマ、東京タワーテレビ朝日系の関係者だ。長瀬にとっては、初めての恋愛ドラマ主演となる。 2001年にエクニカオーリシの同名小説が刊行され、その感動的なストーリーラインが多くの読者を魅了しました。この小説は21歳の偉大生、小島徹と20歳以上年の離れた人妻との禁断の愛を描いたもので、その情熱的な展開が心に深く刻まれました。そして、その魅力的な物語が映画化されることとなりました。 日本での映像化は、これが二度目であり、2005年に、初めて映画化された際は、岡田純一と、黒木瞳が主演を務め、その濃厚なラブシーンが話題となりました。しかし、この度の再映画化では、長瀬廉と、板や床が新たな息吹を与え、原作小説の魅力をさらに引き立たせることに、成功しました。この新たな映画では、小島徹という若き大生が、 人妻との不倫愛に身を委ねる姿が見事に描かれています。彼の純粋な愛情と、それに応えるゆか演じる人妻の葛藤が観客の心をつかみます。その情熱的なシーンは息を呑むような美しさで綴られ、見るものを感動の渦に巻き込みます。また、この映画は原作小説の世界観を忠実に再現しつつも新たな視点や深みを加えています。 登場人物の内面の葛藤や成長がよりリアルに描かれ、観客は彼らと共に感情の旅を体験します。そして映像美や音楽によって物語の臨場感が一層高められ、見る者はまるでその世界に引き込まれるかのような感覚に包まれます。この映画は愛と倫理、人間の葛藤について深く考えさせられる作品として、 多くの人々に感動を与えることでしょう。長瀬演じる小島通と,と板谷演じる人妻との禁断の恋が見る者の,の心に刻まれることは間違いありません。橋海人はその独特の音楽スタイルと才能で世界中の聴衆を魅了してきました。彼の音楽は感情を豊かに表現し心に響くメロディーで満ちています。そして彼の音楽の魔法は デュオパートナーである美しいハーモニーと融合することで、さらに深い次元へと昇華されます。現在、橋会人はデュオで活動しており、そのパートナーとの共演は、まさに音楽の新たなる旅への招待状です。彼らが奏でる楽曲は、単なる音の響きを超え、聴衆の心に感動を呼び起こします。彼らのパフォーマンスは、その美しい調和と相互の理解から生まれるものであり、 それは二人の間に芽生える芸術的な共鳴によって支えられています。橋会人の感情豊かな演奏とパートナーの繊細で力強い音楽表現がまるで一つの魂から生まれたかのような完璧なハーモニーを生み出します。彼らの音楽は時には心を優しく包み込み時には力強く響き渡ります。それは聴衆を異次元へと誘い 音楽の魔法によって魂を解放するのです。彼らのステージは、ただ音楽を聴くだけでなく、感情を共有し、新たなる体験への扉を開く場所でもあります。彼らの音楽の素晴らしさは、単なる技術や演奏力だけではなく、その背後にある情熱と、真摯さにも根ざしています。橋海人とデュオのパートナーは、音楽を通じて、世界とつながり、 人々の心に希望と喜びをもたらす使命を共有しています。彼らの音楽の旅はまだ始まったばかりです。彼らの魂のメロディーは世界中の聴衆に響き渡り永遠に記憶されるでしょう。キンプリといえば日本の音楽シーンにおいて圧倒的な存在感を放つグループです。昨年、メンバーの平野翔、神宮寺、優太、岸士雄太が ジャニーズ事務所を対象し、滝沢秀明率いるトベに合流したことは、音楽ファンにとって大きなニュースでした。その後、彼らの活動は、新たな局面へと向かい、今では、長瀬と橋会人のデュオで活動を続けています。このデュオの誕生は、多くのファンにとって驚きでしたが、その新たな組み合わせが生み出す音楽は、期待をはるかに上回る魅力を持っています。 長瀬と橋海人の声の組み合わせは、まるで天使の合唱のように美しく、聴衆の心を魅了します。彼らの音楽は、感情を揺さぶり、魂に深い感動を呼び起こします。このデュオの活動は、ただ単に曲を演奏するだけでなく、新たな表現の可能性を追求する音楽の旅でも、あります。彼らのステージでは、繊細で力強いメロディーが交錯し、 聴衆はその美しいハーモニーに心を奪われます。そして、その瞬間、時間が止まり、世界中のすべてが音楽に包まれるのです。彼らの音楽は、単なる娯楽以上のものです。それは魂を揺さぶり、新たなる感動を生み出す力を持っています。彼らの旅は、まだ始まったばかりであり、彼らの音楽は、これからも、 世界中の多くの人々に愛され続けることでしょう。長瀬と橋会人のデュオが作り出す美しいメロディーは永遠に記憶されるでしょう。中でも、長瀬は昨年、夕暮れに手をつなぐ、ラストマン、全盲の捜査官、共に TBS 系の日本のドラマと映画、法廷遊戯11月公開と立て続けに映像作品に出演。今年になってもその勢いは、 とどまるところを知らず、1月クールには、ドラマ、厨房のアリス日本テレビ系で2番手を演じ、さらに、ネットフリックス映画、余命1年の僕が、余命半年の君と出会った話、2024年配信の主演も発表された。多忙を極める中での抜擢となった、長瀬だが、そこには、昨年取り沙汰された、旧ジャニーズ事務所の性加害問題の影響もあるという。 ジャニー北川氏による性加害問題を受け、旧ジャニーズ事務所からは多くの看板俳優が対処してしまった。そのため若手の中でも演技経験が豊富で数字が取れる長瀬さんやタイムレス、菊池風磨くさんに仕事が集中している。東京タワーが放送されるドラマ枠、推しドラサタデーは必ずジャニーズ俳優を主演に据えてきた。 ジャニーズ枠ということもあり、長瀬さんのキャスティングに至ったのですが、多忙すぎて、スケジュールが取れずクランクインは3月末という異例の遅さになりました。濡ればにかなり意欲的で、金プリとしてドラマの主題歌も担当し、さらにこの春はコンサートも控える長瀬。2023年11月8日に放送された音楽バラエティ番組、週刊内イミュージック。 フジテレビ系に出演した際、ナインティナインの矢部博之さんから、今ちょっと疲れていないと聞かれ、無理して元気でいる必要ない。今、疲れてます。僕はと語っていたことからも、働きすぎを不安にしする声が聞こえてくる。そんな長瀬だが、今作で、初めてとなるある挑戦、には、意欲的なのだという。 長瀬さんは初めて挑戦する濡れ場にかなり意欲的です。今回の作品は濡れ場が多いことから、ムードや性的なシーンの撮影をサポートするインティマシーコーディネーターが携わる予定ですが、事前にそのことを伝えたところ、長瀬さんからインティマシーコーディネーターと直接相談し、モニターを確認しながら絡みを取りたいと要望がありました。 濡れ場の演技に真剣に取り組みたいという気持ちが強く、相当気合が入っているなと感じました。ドラマ情報解禁時にはコメントも、長瀬が不倫や濡れ場を演じることに、イメージが崩れてしまうと否定的なファンもいるようだが、ドラマの情報解禁の際、長瀬は刺激的なシーンも多いので、ファンの皆さんには確実に見たことのない僕を、 お見せすることができると思いますとコメントを寄せていた。長瀬といえば21年の朝ドラ、お帰り、モネでは震災による心の傷を抱えた少年を見事に演じ、俳優として注目を浴びた。アイドルでありながら、憂いや影のある演技もできるのが、長瀬の持ち味。今作でどうならぬ恋に溺れる青年の心情を、濡れ場で表現することができれば、さらに評価を高めるのでは。 クランクインから1週間ほど経った4月某日の19時半、八王子市の居酒屋で撮影に臨む長瀬の姿をキャッチした。この日は撮影が朝から行われており、長瀬の稼働時間は10時間に迫っていたが、疲れを感じさせない様子で役に入り込んでいた。しかしひとたび監督からカットの声がかかると、太肩の力を抜いて、うつろな瞳で宙を見つめるのだった。 約2時間に及ぶ撮影の間、笑顔を見せることがなかった長瀬。無理しない、元気な姿を見られる日をファンも心待ちにしている。